お待たせいたしました。越後上越上杉おもてなし武将隊の皆さんをお迎えしたいと思います。400年の時を超え、上越の地を盛り上げんため、再び現代によみがえってきた上杉軍、越後上越上杉おもてなし武将隊です。何が始まるんだ。演武ですよ。よ、3つ頑張れ。やるんですよ。はい、覚えてきてくださいませ。はい。それでは改めまして、我ら越後上越上杉おもてなし武将隊でございます。大きなご声援ありがとうございます。ありがとうございます。すごいいいお天気だった。はい、先ほどまでなんか降ってた雪が嘘のよう、はい、いいお天気になりましてようございました。ありがとうございます。持ってますね、我らも。我らのお客様方なのか。はい、両方かな。スキー100周年ではなく102周年ですかね。はい、はい、出る一歳おめでとうございます。おめでとうございます。昨年に続きまして呼んでいただきました我らご招待でございます。よろしくお願いいたします。早速ですが、今日はどんな予定になってるの。はい、本日はお時間20分ほどの演舞をこちらでさせていただきます。はい、途中中でお天気悪くなったりとかしたら、あのお屋根のあるところに避難していただいても結構でございますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、なんか最後にいつものあるのか。はい、我ら最後、演舞の最後に立ち退きというものをいたします。はい、ぜひとも皆々様にもご協力をお願いいたします。なるほど。はい、いいですか。いかがでしょう、立ち退きのご協力ありがとうございます。それでは練習してみますよ。もうご存知かと思います。右の拳をギュッと握り、前座が突き上げてくださいませ。本来であれば親方様のいざの音3度えいえいおーでございますが、今回は1回だけ。はい、はい、じゃあ練習1回だけ。みつちゃんお願いします。では参りますよ皆さん。じゃあギュッと握ってくださいませ。はい、参ります。いざ、えいえい、おー。皆さんちょっと元気足りないです。そう、もっともっと大きな声でお願いいたします。なるほど。よみつ、何や。部下ができた。おお、じゃあおおって喜んで皆さんももっと喜んで。部下ができた。おお、ありがとうございます。呼んでいい、呼んで、呼んでいい、呼んでいいですか。はい、では参ります。15号の部下ー。名前大丈夫ですか。大丈夫です。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。この度足軽組頭として登場しました、つぼりと申します。よろしくお願いします。足軽組頭、間違えた。すいません、訂正します。はい、足軽組頭として、参りました、つぼりと申します。よろしくお願いします。お願いいたしますね。大きなご声援ありがとうございます。つぼめ、春になったら飛んでくるあのつぼめか。あのつぼめです。だそうです。はい、皆様可愛がってくださいませ。よろしくお願いいたします。ところで組頭、マイク忘れておりまする。誰の。あちらのマイク。あ、シェフの。はい、なんでつぼめだけ振り付けてんの。私はあのデビューということで親方様から配慮をいただきました。これマイク、あんま変わらないんですよ。あんまりいらない。はい、お願いいたします。広い時だと武将が落ちる可能性がありますので大変危険です。はい、どうかそれよりは前に出ないように、はい、じゃあ気をつけください。はい、こちらの方には入らないでくださいませ。はい、はいはい、2つ、こちらですね、もう皆様撮っている方もおられますが、カメラや動画、好きに踊りくださって結構です。むしろ今撮ってでもよろしいです。シャッターチャンス。
この際、いつでもお取りくださって構いませんが、後ろの席でも、お取りしているお客様おられますので、前の方のお客様は、あまり、妨げになりませんよう、意の心で配慮をお願いいたします。はい、お願いいたしますね。そして補足でもう一つ私が、はいはい、今ほどね、前の方あまり出られないようにというお言葉がありましたが、今回こちらのステージ両サイドに階段がついてございます。そしてパッと見た感じ、今日はお子様、小さいお子様がちらほらいらっしゃいます。我らがこちらで待っている際にこの階段を上がってこられないように、保護者の方々はどうぞしかと捕まえておいてくださいませ。危険でございます。よろしくお願いいたしますね。はい、それではマイクの方も入りましたありがとうございます。ではお時間許す限り、我らが武将隊の演舞、ごゆっくりとご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。Hey! Hey!
上大ではと。では改めてご一同こんにちは。15の声が一番でかい、はい、うん、マイクなかったおかしいな、うん、お主はなんでマイク使わんじゃ忘れておりました。はい、すいません。ああ、うん、頼むぞよ。はい、あ、では改めてもう一回15に負けるの、お主はいかが。お一同こんにちは。こんにちは。よしよし、やればできるじゃないか。はい、さてでは改めて我ら越後上越上杉おもてなし武将隊、本日は昨年に続きじゃの、はい、この上越の冬の祭りといえばこれじゃろう。出る人に参上つかまったー。よろしくお願いします。皆様方楽しんでおられもするかの、はい、うん、ちょっと一時怪しい雲行きになったが、はい、やはりもう皆様方天は我らに味方しておると、はい、親方様がいらっしゃった途端に青空になりましたよ。いやいや、ありがたいことじゃな。はい、ああ、このレベル下も、昨日から、続いて本日2日目、はい、ということで、何やら昨日は、はい、これでございますか。ん、親方様結婚してください。ノーあれマイメモリアル花火、マイメモリアル花火というものもございました。はい、そういうことでな。はい、残念ながら今回は愛の告白なかったようですね。あ、はい、まあ、それまたな、別の機会に取っておくということもあるかもしれんが、はい、そうじゃな、雪の上に開く大きな大輪の花火、はい、そして昨日はお昼から音楽というものも賑やかにやられていたようでございますよ。うん、この冬の祭りを盛り上げる素敵なイベントが昨日から続いておったということでな。そして本日はこのステージの方の最後鳥を飾らせていただけるということで我らが、ありがとうございます。おー、ありがたいことじゃ。お客様、その鳥って言ってしまいましたね。ん、なんじゃ、なんかいるんですよ、今日鳥が。なんじゃ、どこにおる。はい、鳥呼んでいいんですか、もう。ん、鳥呼びますよ、鳥。おー、なんじゃなんじゃ。はい、中で来るぞ、中で来る。おーい、十五郎の鳥。はいはい、来ました来ました、鳥。さあ、鳥です。大丈夫か。大丈夫です。うん、昨日からこう引っかかっておったから。うちの鳥、ツバメでございます。さて、出前でー。はい、そんな真ん中でいいのか。あ、今日はじゃあ申し訳ございません。お披露目ということもあってじゃの、はい、今なんかお客様からいいよ真ん中でっていう声が。ありがとうございます。来るよりわし嬉しいから。ありがとうございます。はい、そして、まあ、我らの新しき仲間として、まあな、頑張って、これから頑張ってくれると思われるこのつぼね、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 はい、ありがとうございます。はい、うん、さあこの者たちでじゃあ、これから、この上越のな良きところをじゃあ皆様からご案内で、はい、参れ、お願いいたしますね。お、早速つばめが持ってきたのは、はい、むむむ、灯火の回廊でございますね。この歴史祭が終わりますと、来週再来週第4土曜日曜日でございます、当時の東久美木の方ですね、安塚大島浦河原、なんと何万本、10万本。おお。